60歳代前半の老齢厚生年金を、61歳以降にですね、受けられるというような方の場合ですね、受給開始年齢の3ヶ月前に、日本年金機構というところからですね、年金請求書が送られてきます。で、そのような方のに対しましてはね、年金請求書が送られてくる前に、60歳の時点で、年金に関するお知らせというようなね、はがきが届きますのでね、それで一応、老齢の年金に関して、注意をいただくような形になっています。白地に紫色のようなね、色で印字がされているようなはがき形式のお知らせが届きますので、ぜひ中身をね、ご覧いただきたいと思います。